ここで会っているかな。はい、いらっしゃいませ。どうぞ中へお入りください。甘いだそう固くなる必要はない。和やかに行こうじゃないか。ほら、うちから推薦する候補生を紹介しよう。白瀬から順番に挨拶を頼む。はじめまして、白瀬咲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もちろんだ。じっくり向かい合ってもらえたら嬉しい。みんなもいいな。またとない機会だ。しっかりアピールしてきてほしい。はいはい。さて、少しいいかな。いや、私はこのスペシャルユニットに大きな期待を抱いていてね。これだけの個性が集い競い合うのだ。それはそれは絢爛たるステージが期待できるだろう。しかし、ビジネスとしての成功だけをゴールにしてもらいたくはない。互いが学び合い、共に次の世界を築いていけるような、ぜひともそんな機会にしてほしいと思っている。彼女たちのプロフィールや推薦理由などをまとめた資料を用意した。これを見てくれ。よろしく頼んだよ、プロデューサー。では、開始してくれたまえ。よろしくお願いします。華やかな舞台になりそうだな、が第一印象です。次に、私が参加していいものなのかと思いました。かつてない規模と期間のイベントですから、私には未体験の領域だと感じました。それと、事務所をまたいだスペシャルユニットに関してはとても興味があります。なるほど
どうやら私は少し緊張していたようだ。初めて会うあなたの前で粗相があってはいけないと、そんな風に思ってしまったんだろう。失礼、プロデューサー。ここからはざっくばらんに話をさせてもらうよ。ありがとう。急にそういうことを言われるとなんだか照れてしまうね。アイドルになる前、私はモデルをやっていたんだ。だから少しだけ自分の見せ方が分かっている。といってもアイドルとしては駆け出しだから学ぶことはたくさんあるんだけどね。私はアイドルは仲間とのつながりが重要だと思っている。人と人とのつながりはかけがえのないものだ。もちろんあなたとの出会いも含まれているよ。なんとなくだけど、あなたには興味が湧いたかな。もっと多くのことを知りたい。それと同時に私のことを知ってほしい。こうやって出会えたことは運命かもしれない。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ったよ。ああ、これからは苦楽を共にする仲だ。よろしく頼むよ、プロデューサー。どうぞよろしく。
お願いいたします。そのようなもったいない。とても興味深く、はい、リンゼも候補に選ばれたのでしたら、それがリンゼの使命かと。よろしいのでしょうか。そのようにお言葉を尽くしてくださること、重ねてもったいなく。とんでもございません。お気持ちに報いられるよう精進してまいります。よろしくお願いします。アマナはね、今しかできないことを全力で楽しみたいって思ってるんだ。ファッションも目いっぱい楽しみたいし、友達ともたくさん遊びたいし、でも今はアイドル活動が一番だよ。たくさん頑張ってもっと輝きたいんだ。だからスペシャルユニットのお話を聞いた時はすっごく楽しそうだなって思ったの。天子ちゃんはちょっと遠慮しちゃうところがあるけど、めっちゃ可愛いんだよ。プロデューサーさんも天子ちゃんとたくさん話してみればすぐにわかるよ。アマナはね、天花ちゃんと一緒に輝きたくてアイドルになったんだ。え、本当に？通じ合ってるみたいで嬉しいな。そうなったらいいなってアマナも思ってるよ。はい、好きです。みんなの前で歌えるならライブでもフェスでも。新しいユニットのみんなともステージに上がれるの楽しみにしています。
緒にアイドルになろうって、それでアイドルなりました。あ、そのなーちゃんは天下の妹、あまなちゃんです。はい、とっても仲良し、毎日一緒で、天下助けてくれる。にぃなーちゃん、天下大好き。だからなーちゃんと一緒なら天下頑張れるかも。わかった。なーちゃんのことならいっぱい話せる。